どうもこんにちは。今日はですね、キャンプに向かってます。前回友達とプロジェクターを持ち込んで、電源サイトでスーパーファミコンをやったんですけれども、それからですね、なかなか時間が取れなくてキャンプに行けてませんでした。今日はですね、久しぶりに楽しもうかなと思ってます。さすがにね、もう季節が季節なんで、道端にね、栗がいっぱい落ちてて、なんか踏みそうで嫌なんですけどね。今時刻は昼の2時半です。で、今日はね、朝から編集してたんで、朝ごはんも食べてなければ昼ごはんも食べてない状態なんですが、さすがにね、結構お腹が空いてきました。まあ今日のね、キャンプとしてはなるべくね、安い食材でご飯を済ませたいなと思ってて、そうですね、食費だけで1000円、1人なんで1000円で収められればなと思ってます。まあ、お酒代は別なんですけどね、お酒入れるとすぐオーバーしちゃうんで、まあ、お酒と飲み物で1000円、あとは、食べ物で1000円で行きたいなと思ってます。あとね、今日ね、包丁持ってきてないんですよ。まあ、包丁がいらない簡単な料理ですね。この辺を今日は食べたいなと思ってます。はい、キャンプ場に着きましたけれども、さすがに誰もいないですね。平日の昼間なんでいないっていうのももちろんあるとは思うんですけども、まあ夜も誰も来ないんじゃないかな、これ。ということで今日はですね、寒ソロです。まあ、この時期になるとですね、寒ソロの可能性っていうのも結構高くなってくるんですが、この辺にしようかな。ここの階段を上がってトイレに行くので、この辺にテントを張っちゃいましょうか。見晴らしも結構いいんじゃないでしょうか。今日はですね、レザークラフトで作ったカバー類を持ってきたんで、ちょっと披露しようかなと思います。これがね、だいぶ前に作ったフライ返し。もうね、汚れたりとか傷がついたりして色も変わってるのがわかるかなと思います。で、こっちが、CB 缶カバー。これも、レザークラフトで作ったやつです。これはもう形を切り取ってこことこことここを縫い合わせるだけなんで、まあ、そんなに難しいものではなかったです。難しいというか、めんどくさかったのがこれで、OD 缶カバーで、これはね、わかりますかね、色が全然違うの。ずっと使い込んでいくことによってこっち側の色になるんですけども、まだこれはですね、ずっと家の中に置いてたので日焼けもしてなくて結構綺麗なもんです。まあ、こうやってね、色が変わるのが、革製品の面白いところかなと思います。これね、ちょっと失敗作なんですけどね、ちょっとデコボコしちゃってるんで、失敗作なんですけど、まあ、プレゼントとかでですね、いろいろあげてたら、もう手持ちにこれしかなかったので、今はこれを使ってます。これもまた作りたいですけどね。さあ、じゃあちょっとお腹が空いたんで、ちょっとずつ食べていきましょうか。
まずはね、おつまみ的な感じでアジフライからいっちゃいましょう。アジフライは、僕はマヨネーズ派なんでマヨネーズも買ってきました。結構ね、ドバーッとつけるのが好きなんですよ。じゃあ、いただきます。美味しいけど冷たい。さあ、じゃあ先は長いんで、飲んでいきましょうか。金麦、まあ、前ねアニメキャンプでも話はしたんですけども、第3のビールの中ではこの金麦が一番美味しいんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。で、これがサーモスの、保冷缶ホルダー。たまらないですね。ここはね、すぐそこに川が流れてるんで、もしかしたら川の音も録音できてるかもしれないですね。いやー、美味しいな。なんかですね、餃子のタレはついてたんですけども、ついてないと思って買っちゃいましたね、餃子のタレ。まさかついてるとは。
朝になってですね、撤収作業も終わって今帰ってるところです。時間はね、8時5分、夜中の1時半ぐらいに1回目が覚めて、でそこから3時半ぐらいまで起きてたんですけども、ちょっと寝とこうと思ってそこから寝て6時過ぎに起きました。6時過ぎからですね、撤収作業を始めて、6時半ぐらいにはもう撤収作業を終えて、もう帰り道に着いてました。結構遠いんでですね、時間かかっちゃってますけど、やっぱソロだとね、一番いいのは荷物が少ないんで、撤収作業もすごい楽ですね。15分ぐらいで終わるんで、使わないであろうものはもう持ってこないようにしてるので、余計に荷物が少なくなってます。まあ、大体ですね、キャンプ行って熟睡できた試しがなくて、それは寝床がダメだとかそういうことじゃなくて、多分やっぱ気を張ってるからでしょうね。でキャンプの朝もね、早くて大体6時ぐらいには起きるので、撤収するのもね、大体毎回早いですね。まあ、チェックアウトが10時とかでも、10時までいた試しって1回もないので、特に今日みたいなところは、不良のキャンプ場で、なおかつ予約もいらないっていうところだったんで、余計に朝はやっぱ早いですよね。で撤収作業も時間かからないので、大体朝、そうですね、8時か9時ぐらいにはもう、家に帰ってるっていうことがほとんどですね。で今日ね、雨予報だったんですよ。雨予報だったんで余計に早く帰らないとなと思ってたんですが、今ですね、もう降り始めたので、やっぱり早く帰って正解でしたね。雨が降るとね、撤収作業とかも面倒ですからね。今日ね、本当は2泊3日でキャンプしたかったんですよ。2泊3日でやろうと思ってたんですが、ちょっと雨なんで今日はやめておきましょう。わざわざ雨の日にやることでもないし、タープも持ってきてないですからね。タープも持ってきてないし、あとはテントもね、一応防水にはなってるんですけども、あんまり雨とかにね、さらされすぎるとカッパと同じで多分防水性能って落ちてきちゃうと思うんで、まあ雨の日にはなるべくキャンプはしないっていう方向でいつも考えてます。今日はですね、雨なんでキャンプに行けないのは残念ではあるんですけども、その代わりといっちゃなんなんですが、新しい、ね、道具が届きます。新しい道具はシングルバーナーなんですが、調理するときにですね、もう一つシングルバーナーがあったら便利だなと思って、もう一つシングルバーナーを買いました。でそのシングルバーナーが今度はね、 CB 缶と OD 缶両方使えるっていう中国製のものだと思うんですが、それをね、ちょっと試してみようと思ってます。それがね、うまく使えたらすごく嬉しいんですけどね。まあでも多分 CD 缶と OD 缶を両方使えると言っても、おそらくは CB 缶ばっかりで使えそうな気がしますけどね。 OD 缶やっぱ高いじゃないですか。高いので結構貧乏キャンパーなので手が出ないですよね。シングルバーナーも2つあるよりかは、おそらくツインバーナーとか買った方が良かったりするんでしょうけど、やっぱ高くて買えないという感じですね。まあ、昨日のキャンプ場はちょっと勉強になったのが、無料ですごくいいとこなんですけども、マイネオの D プランだと電波が入らないっていうのが分かりました。 A プランだったらね、問題なくガンガン入ってたんですけども、 D プランは入らなかったですね。
まあ、だから久しぶりにスマホから解放された日にはなったんですが、夜の楽しみとしてプリズムブレイクを見ようと思ってたんで、もうぼーっとしながら焚き火をしてた感じでした。で、途中でもう酔いも回ってきたので、結構早めに寝ましたね。9時ぐらいには寝てたんじゃないかな。最近9時ぐらいに寝ることが多いので、やっぱその時間になると眠くなっちゃいますね。で、起きるのも6時前には起きてるので、やっぱり今日もね、6時ぐらいに目が覚めるっていう、体の慣れって怖いですよね。さあ、ということでですね、次のキャンプは今月はですね、多分1日ぐらいは行ける時がありそうなので、次はファミリーキャンプかな。ファミリーキャンプか、もしくは僕一人とあと子供一人、例えば僕一人とキャラメルちゃん、僕一人とミニーちゃん、僕一人とたこ焼きくんみたいな感じで、2人キャンプってのもね、ちょっとやってみたいんですよね。なんかそれぞれの子供らしい部分とか出てくるのかなと思うのと、あと多分喧嘩がないので結構平穏なキャンプができるのかなと思ったりしてますけどね。まあそんな感じでですね、まあ、このチャンネルのキャンプはですね、基本的に何も起こらないすごくまったりしたキャンプなんですけども、よろしかったらぜひ次回も見てみてください。それでは。